石事故は獣神様のたたりなのじゃ。 And we back from a little break. And yeah, this gremlin just... What is a kimono gami? I think it's a made up name or maybe it's a reference to something. たたりって今どき？くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。 Okay, so 獣 is gonna be some kind ofI don't know how to say it. Maybe a thing or team? I kind of feel to actually look up Google because usually Google kind of spoils this. Ui, それと足を踏み入れて良い場所ではありませんのじゃ。 I don't know why, but this voice sounds familiar. And the tone too.何が獣聖域だよ、バカバカしい。大方、わけのわかんねえ石とか、木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎者が。りょうったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ま、ちげえよ。What in the world is a bunny now? Bunny, so. Did I say it again? この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。I wonder. Yeah, I kinda disc. But I kinda say I kinda.Surprised they actually don't sort the partners now or even put them in the shadows. And yeah, somehow I got like somehow got started with yellow. Maybe I should actually call the little gameplay of the menus because this could be actually really cool to do for indie games during VN. You hear that, boss?新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とかそんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。け、んなもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は？ミュウ、お姉ちゃんは？私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな。え、そりゃいいけど、
なんだ、物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。I think I actually know why they actually do the window corner. Because they don't want to move the camera too much, and I kind of appreciate it. To move the camera back and forth that much. だってほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。りょうだってあれ苦手じゃない。りょうもさ、ついでに見に行かない？きくったらねえな。くだらなくなんてない。そうかい、そうかい。おい、ガキ。みゆう。だったらそこ、案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに。サキさんたら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあ、タクマ、どうする？おう、なんだ？オッケー。Wait, let me take a look. More rough. I think I'm gonna try to go green. And if. Let me. Okay, let me test this. うん、面白そうだな。サキたちについて行っていいかな。そうそう、俺もそう思ってた。おーい、そこの女の子。エリー。 Okay, I kind of want to do a kind of strategy before each of these children, because I don't want toRe-up the save. I really have to get used to that actually. I'm gonna try to do an experiment to see even be something to affinity or the actual affinity for the endings. Because this is gonna be how you will get the ending, right? And I kinda look at the menu, the help guide in the game, and they're soThis go kind of two digit. I wonder if you're gonna go for 100 or something. Maybe secret ending for the class. Yeah, so kind of, yeah, next time I'm gonna try to do a thing here. Actually, let me. Chi, utsuei no ga kiyagatte.獣神様の神社？面白そうだね。俺たちもついてっていい？いいよ。人数多い方が楽しいし。
ありがとう。よろしくね。こちらこそよろしく。つうか何こっちの話立ち聞きしてんだよ。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ、行くぞミュウ。まあまあ、そう言わないで。りょうったらめんどくさい性格してんだから。ごめんね、ミノル、たくま、あおいちゃん。ねえ、待ってよ、りょう、みゆちゃん。ああ、行っちゃった。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それになんだかここだけ気温が低いような。背筋が震えるっていうか。ちょっと変なこと言うのはやめて。まさか心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより二人を探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい、あ、誰か来たぞ。おら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。Let me guess, you can get to them. I think Saki actually say that the fun don't work. Oh yeah, I think it was the two NPCs.
にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もう、ミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの？この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？嘘だ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを沈めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらいなのよ。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山の中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち、確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それは、はい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か？地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。このトンネルの仕方ない、
じゃあ一緒にリョウ君とサキ君を連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹はなんていうか小動物っぽいやつだ。人見知りで気弱な感じで守ってあげたいような。そんな女の子は見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミウ、今ミウって言ったか。おう言ったけど。ミウちゃんってあの子よね。猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。キャティアス？I don't remember. Let me actually check up. I can't say I actually see Katia's, but no, I can actually. I guess it's just her imagination. Oh, so だ。あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん失礼よ。いやでもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミウはどこに行ったんだ。実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ。それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト。よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな。いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている。任せてくれ。俺はミノル。そんで、こっちがタクマで、こっちがアオイさん。僕は引率の修士。よろしく頼むよ、カイト君。
なあみんな、今って春だよな。決まってるだろ、今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。 Hey, what now? 何を言って。え、本当だわ、雪。The League gonna recreate the OG sea story, how they get teleported. Again, I'm not too much into nostalgia or reference, but again, it depends how much you use it. And that's the idea. Little or you go all bunkers to it. I hope that they're not gonna go super reference in this or be bit by bit. 季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに。こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。寒い。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか。それよりすぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね。室内じゃないけど、こんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんなとりあえずトンネルに避難しよう。